はい、大変なことが。撮れてないの？録画ボタンを押してませんでした。誰が？俺が。何回同じことやるんだよ。もう。しっかりしてくださいよ。もう一回立て直す？はい、もう一回やり直し。一回畳んで。いやー、でもさー。ん？あんなに寒かったのに急にこんなに暖かいと。暖かいね。暖かいっていうか暑いよ。暑いよ今。本当暑い。もう私の頭の中はビールしかないもん。うん。人工呼吸タイムですよ。私、休憩を申請する。休憩申請？はい。はい。気持ち悪い？お腹が痛い。お腹痛い。トイレに行きたいだけ。あ、トイレ行ってきて。はい。休憩を申請する。はい。受理します。ありがとうございます。何すんだよ。余計なことすんな。君は進めておいてくれたまえ。え？進めておいてくれたまえ。わかりました。よいしょ。はい、オッケー。結局うちのダウンシュラフは布団収納ビニール袋に収納されることになりました。入れよう、ダウンシュラフ。あ、出てこない。入れよう。ないの？え、あるよ。あった？うん。なんで？男子トイレ行ったの？和式トイレが見えたから。あ、そう、和式もある。じゃあ女性の方は和式ないんだよ。え？あ、じゃあ和式があるのはあれだ、もっと向こうだ。まだあるんだ。あるある。ルーチャー入れていい？そうそう、汚いの払ってから上がってきてくれる？これでしょ？これ取れないんだよ。いや、君俺？なんかさ、もう頭の中からさ、ストーブが一切消えてた。ストーブ？うん。先にストーブやってて今言おうとしたんだけど。あったかくて、全然ストーブが頭から消えてて。今だけだからね、あったかいの。そうだよね。あ、なんか先生お腹が減ってきました。てんててててててんてて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 よく覚えてるね。どうこうかな。え？なんだよママ。どうこうかな。外に置く？中。中。外。外でもいいか。うん。これちょっと待って。こうの方がいい？そうじゃなくてこうがいいんじゃない？うん。出てない。出てない。お、ギリギリ。お、すごいね。ウッドストーブを使っていくんですけど、このまま使うとなんか下に熱がすごくいくらしくて、こういうのを作ってきました。これなら隙間開けてあるんで、多分下には熱が伝わらないと思うので、それだったら大丈夫だと思います。ちょうどここが。これを乗っけたときに、ぐらつき防止にもなるので、ウッドストーブ使う人は、スパッタシュとは別に引いた方がいいですね。じゃあ今日はこれで使っていきます。待って。あったかいうちにビール飲もうよ。うん。一酸化炭素チェッカーと温度計。
よいしょ。日がさ、陰った瞬間に寒くなるね。ないんだよ。まだ油断ならないね。うん。じゃあこの日があるうちにビールが飲みたいです。分かった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 。うん、お水飲む。ちょっと待って、待って。うん、あれちゃんどう？でかでかすぎ。笑った。深すぎ。笑った。こんな感じでいいですかね。はいはい、完成しました。はい、何時ですか？15時16分。2時間ってどっかな。そうだね、なんだかんだうち2時間かかるね。さあ完成したので見てみましょう。今日はこんな感じです。マンタスタイル。タープをフルで上げました。あ、そう、今日は千葉県の鴨川市にあるなんだっけ、チャンピオンズヒルズ鴨川、キャンピングヒルズ鴨川、キャンピングヒルズ鴨川に来ました。で、空いてる時はサイトを選ばしてもらえるので、あの受付に車を止めて、まあ、一回りしていいところをあの借りることができます。で、今日は本当に多分数組しかいないのかな。なので一番見晴らしのいい一番上のサイトに来ました。向こうの奥に、向こうの奥に見えるのが海です。まあ、ちょっと遠すぎて楽しむほどじゃないんですけど、本当に春だね。ねえ、今だけね。今だけね。夜どうなるのか。それなりに寒いだろうね。いい。今日は寒いからって言われましたけど。そうなの？うん。受付で？うん。あ、マジで？うん。風邪ひかないでくださいねって。言った？ちゃんと。あ、大丈夫ですよ。雪山、雪山よく行くんで。言わないっちゅう。あ、終了。うん、あ、おゴール、おおーで、おー、許してください。あ、あ、分かった分かった。おー、かわいいかわいい。おー、るーちゃんかわいい。分かった分かった。おー、かわいいかわいい。うん、おー、かわいいね。うん、分かった分かった。うん、あーちゃんだな。あー、ちょっかちょっか。おー、ちょっかちょっか。おー、おー、おー、くせよ。あ、いい音ですね。はい、どうぞ。はい、どうも。あ、美味しい。好きだよね。桜大根、大きいの。これが大好きで。で、ブラックサンダー。で、パパは大好きで。そう、パパ大好き。すごいね。中の説明するときに、うん、すごく聞きやすく説明してくれるのね。そうなんだ。うん、で、私からお一つって言って、おこのあぜ道を行きま、うん、と往復で5分って言ってた。行きますと、うん、開けてまいります。そこがあの海が見渡せて絶景ポイントでございます。そうなんだ。で、あ、もう一つって言って。2つかよ。まだあるって思ったんだけど。ね、1個じゃねえのかよってやった。おいって。あのこの時期は星も綺麗でして、うんうんうん、その開けたところの先に絶景ポイントがあって、その開けたところで星が見える、星を見るとすごく綺麗なんだって。そちらをぜひおすすめいたします。なるほど。サイトの説明もさ、
ここがどうこうじゃなくて、私からおすすめのサイトをご紹介します、うん、って言って、あの、そっちの下のサイトは2つのサイトを1つにして使っていいですよって。すごいよねそれね。ね、暇、あの、暇じゃない、空いてるから。そうですね、はい、決して暇ではありませんよ。空いてしまうのはありません。空いてるだけです。空いてるだけです。決して暇ではありません。あ、そう、朝日が綺麗だってどこだったか、向こうの開けたところで見ると朝日が綺麗ですって言われた気がする。多分あっちから上がると思う、うん、朝6時半ぐらいに行けば朝日が見られる。あのさ、港湾行った時もさ、うん、みんな朝日を見るためにさ、朝方からわさ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 みんな動き始めてんのさ、ちょっとガーガー 4時ごろからさ、今何やってんだろう、うるさいなとか思ってよくよく頭とか歩くじゃん。よくよく考えてみたらみんなさ、日の出を見に行ってたんだね。そう、あとあれもそうじゃん、もうとっ腹4時過ぎにさ、ガサガサ歩いてて、 うるせえなとか何時だと思ってんだよとか、というか向こうからしてみたら何時に来たんだよって感じ。日の出も見ないでぐすかぐすか寝て。うちのニューギアじゃーん、タフマルくんでございます。おイエーイ、タフマルジュニアを、しかも黒、おー、黒、黒、皆さんカーキを買いたがるところを黒、黒、なぜかカーキは売り切れだったんだよね。ね、うん、黒は、うちは黒は良かった。そう、黒が欲しかったから良かったね。今日はこちらを使ってたこ焼きをやっていきたいと思います。たこ焼き、たこ焼きプレート、たこ焼きプレート、今日のために買いました、うん、うわ寒い、なんだあの昼間の暖かさが渦のように寒い。嘘だね、あれね、あれ嘘だったね、嘘だった、まんまと騙されたよ。じゃん、これでじゃん、おー大丈夫、おー、なんかあそこにちょっと夜景が見えるんだよね。うん、いや、ほんと寒いね。寒いよね、うん、明日の方が暖かいかな。うん、今日は無理しないで中に入りたい。どっちかしたら俺、うん、こんな状況だったら中の方がいいと思うけど。あ、そう、じゃあいいよ、うん、真っ暗くなっちゃったし。もういい、うん、中で、寒いということですいませんけど中に入らせていただきます。トイレ行ってきていい？うん、ちょっと火が落ち着くまでやるじゃん。1万円でした。え、連泊 OK？ 二次会で餃子。あ、いいね、ね、そうしようか、ストーブ、これに水650、水650、俺の出番か、全部入れたら急に多いね。ね、びっくりだね。でもしょうがないから水この辺まで入れてください。650じゃなくて、だってわかんないもんな、後ろカップで分かればいいじゃん。頭いいね。いやいやいや、普通だろ。これ何回入れりゃいいんだ。これいくつ、250、2回と100か、2回でいいかな、とりあえず650だよ、だって250、とりあえず500入れてみるよ。うん、あとこれ入れすぎじゃねえさ、250だよこれ、そこで、うん、250でもうキャパオーバー大丈夫、もう1回ぐらい入るか、ちゃうよ、もこれ。多いよね。あ、いい感じ。
置いといて。かなり言うことを聞かないたこ焼きになってるよ。650入れるとこ500しか入ってないし、卵を入れるところ卵入ってないし。大丈夫、よろしいでございますか。大丈夫。切れる、ゆっくりで研いだほうがいい。研いだんだっけ。ちっちゃいの2個3個入れた方がいいかな。そうだね。ますよ。どうぞ。切ってきたんだ。もう何もしたくないから全部切って いいと思うよ。今回ないのは青のりです。あ、でここにもうちょっと足します。ドドドドドッと。たこ焼きっぽくなってきた。ね。ネギめんつゆいいね。ネギめんつゆ。ネギめんつゆ。ネギ。ね。めんつゆ。食べてみる？うん。食べて。食べてみようか。どれだろう。これ？食べよ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 。ネギめんつゆ。そっち先？いただきます。ほい。ああ、ほい。そうだよね。あっか。あ、美味しい。え？うん。あ、めんつゆいいかも。めんつゆ美味しい。うん。はい。たこ焼き。うん。どうぞ。みたいなね。うん、うん。めんつゆ食べてみな。美味しい？うん。ソースマヨネーズとネギめんつゆ、うん、ネギめんつゆ美味しいね。美味しいね。ネギもいっぱいあるしいいね。うん、ネギめんつゆ美味しい。うん、寒い。まだ寒い。急に寒くなったもんね。昼間暖かかったのに、うん、昼間は全然暖かいね、うん、もう春だよね、うん、虫も飛んでるしさ。本当に虫がね。でも冬は無理だ。冬じゃない、夜は無理、うんうん、夜っていうか急にね3時過ぎたらもう太陽がなくなった時点でもう終わりだね。そうだね。まだね、うん、日が暮れちゃうと寒い。確かに。ゆるがんの映画やるってよ。映画？うん。お、夏？夏だったかな。え、もう大人になったんでしょ。まだ設定とかどうなるかっていうのは分かんないみたいなんだけど、うん、オフショットみたいなのが公開されてて、一人一枚ずつ、シマリンとナデシコと、あとアキちゃんと、でこの間犬子ってなんだっけ。あの関西弁喋る子。あ、はい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 、せやな、うん、っていう子ね。そう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 、一枚ずつ本当にみんなさ、うん、絵が出てきて、うん、なんでこんな話をするかっていうと、なんかね YouTube でさ、うん、それをまだそれしか出てないんだよ、うん、で誰がどこにいるとかどういう映画になるとか全然一切公開されてないんだけど、うん、その絵でどうなるかっていうのを要は考察っていうのしてる人がいて、うん、そのシマリンの絵が出た時は、うん、こう橋を渡ってるシーンなんだって、うん、まあ服装からするとまああの働いてるっぽい、なんかコート着て、うん、働いてる女の子みたいな感じなんだよね。でしかもさ、そのどこに住んでるかっていうのも、うん、なんかそれがバッて公開されて、うん、ものの数時間でもう誰かが割り出して、うん、実写を絵にしてる場所なのね。漫画だからって空想ではなく、うん、だからほら、もともとさ、そう、ふもとっぱらとか港湾とか、はいはいはい、実際のとこだったでしょ。そうね。で、それも実際のところで、なんか名古屋らしいんだ、それが。
名古屋のなんとか橋っていう。あ、橋でね。そう。で、後ろの風景とかさ、夜なんだけど、うん、まあ、そういうので、だシマリンは今名古屋にいるっていうのが分かって、で、今度、アキちゃんの絵が出た時は、うん、なんか着ぐるみみたいのを着てて、うん、要は着ぐるみのバイトをしてるっぽいんだ。で、なんとか祭りっていうのぼりが立ってて、うん、もうそれも本当にある祭り で、うん、で、その被り物もすごく似てるゆるキャラが実際にいるの。うん、なんとかっていう。もうそれも忘れちゃったんだけど、うん、そんなのも分かったり。なでしこはなんかマンションなのかな、なんか結構ちょっと高いところでベランダでシュラフとかをこう干してんのね。うん、未だにキャンプを楽しんでるっぽい描写があって。うん、この間イノコノが出た時になんかね、建物のこうガラスがこう窓があって、うん、でそこに座ってて、うん、でなんかね名簿みたいなのを持ってんの、うん、でまさかいや犬子先生になってんじゃないかっていう考察、先生、小学校の先生、そしたらね確定ではないんだけど、その絵が発表されてすぐにみんな場所を特定しようとして探すんだけど、うん、なんとか小学校って言ってもう今廃校になっちゃってるんだけど、その時にその学校行ってたのかな、その人がなんかそれに似てるって言って、うん、実際に Google マップで見たら、イノコは中にいるから、中から外を見るような感じの絵なんだけど、その窓の形がこうちょっと円形っていうかさ、うん、特殊なのね、うん。Google マップで見ると、それを外から見るわけなんだけど、うん、なんかもう、そのままなの。ああ、これっぽいっていうね。よく知ってるね、みんなね。すごいよね。なんかそんなのをね、やってたよ、この間。何の？わかんない。猿でもいるの？あの女の子じゃないよね。違う違う、向こうだ。助けてとかじゃないよね。大丈夫だよね。向こう向こう。なんか一人だとさ、うん、怖いよね。なんかあってもさ、気づいてあげられなかったらなんか、それも悲しいよね。うん。何の動物？わかんない。なんか叫んでる、すごい。聞いたことないよね。うん。何このすごいんだけど。怖いよね。あの子一人だったら絶対怖かったよね。ああ、私たちがいなかったら？うん。何が猿？鳥じゃないの？鳥これ。違う？猿じゃないと思うけど。わあ。なんかでかい鳥。でもトンビはあの声じゃないと思う。何もはしたない声で鳴かないよ。いや、大丈夫？動物だよね。人じゃないよね。こっち？うん、こっち。いいな、あの声が声がするのってすごいよね。うん。飼ってんの？飼ってんのかな、マイク入ってんのかな、うちら。わかんねえな。すげえ、俺もう頭の中があのもののけ姫のさ、なんか黒いさ影のさ、うん、あ、こういうやつね。そう、はいはいはい、あのノロとかと言い合いしてた。ノロだっけ、サム。サムは女の子だよね。サムは女の子でしょ。サムって名前だっけ、あの子。え、違ったっけ、サムじゃなかったっけ。あの子を解き放て、あの子は人間だぞって。サムじゃなかったっけ。サムとオオカミはノロ。食べちゃダメってやつでしょ。あ、そう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 。あ、サム、サムじゃねえや。サムじゃない、サン。なんだっけ、あのもののけ姫に出てくる黒いやつ、なんか猿みたいなやつ、うん、猿だよ。猿は猿、猿、黒いやつ、石投げてきたりするじゃん、うんうんうん、なんかあれがあれの声じゃないのみたいなイメージね。俺の頭の中のイメージは今あれなんで、この声の主がサンだ、サン。あの女の子サン、サムじゃないや、サン。山犬って、あ、ノロじゃない、モロ、モロ、モロだ、モロ。微妙に違うな、俺の記憶は。鹿じゃないね。鹿は知ってるもんね、うちらはね。鹿の経験はあるから。そう、ピニャーとか言ってさ、
夕日が丘でも聞いたし、コアなんかめっちゃ近かったもんね、うん、そこみたいな、そこにいるのみたいな、隣にいる感じだったね。コアでタヌキはいたけどね。いたっけ。うん、私たちの PTA テントの外側にタヌキ来たじゃん。7年前の公安でか。いたいた、タヌキ来たわ。すれ違ってたよこいつ。どうしよう。あ、こんばんは。知らんかしらけど、見ておいてだよ、うん、見ておいて、見ておいて、知らん、何なんだよ。吠えるときは吠えるのにさ、どうもみたいな。タヌキには吠えないんだ。こんばんは。こんばんは。みゆちゃん、タヌキには吠えろ。似てたからかな、自分に似てたから。なんかでも犬っぽかったよね、やっぱね。うん、なんだろう、タヌキだった。だってうちのゴミは漁ってた、うん、カサカサカサと。どっから来たんだろう、犬だと思ったら犬じゃないと思って。一瞬さ、誰かのうちの犬だと思うよね、うん、ああどっかから逃げてきたのかなって思ってさ。そう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 、なんかでもフォルムが違うじゃん。尻尾豪華だなとか。明らかにさ、丸いんだ。そうそう、お前犬じゃないし。うちの実家のところにタヌキが親子で出てきてたのよ。そうなんだ。そう、私は1回しか見たことないけど、お母さんはよくいろんなものを、ほら家の雑飯、なんていうの、残飯餌付けした持って、いや、来るからね。まあそれはそうだけど、野草も剃ってるのよ、またそれが。だってダメなんだよ。で、それを見てお母さんがなんかこう、いろんなものをポンポンポンって投げると、それを持って食べて帰ってくの、親子で。味しめてまた来るわけでしょ。うん、もうそろそろ来るからとかって表に出てさ、うん、本当に来るんだよね、親子で。もう覚えてんだろうね、うん、あそこ行けばご飯食べられるよって、うん、でもさ、どうする、全然違う親子でさ、もうタヌキのポンポコじゃないけどさ、あそこで行けばもらえるからさとか。みんなで、でもあれだよ、あの親と子供で行かないとバレるから、どうせ入れ替わってるなんて、あいつババアわかんねえよとか。みんなしてさ、入れ替え立ち替えでさ、全然違うタヌキなんだけど、こっちから見ればみんな一緒のタヌキに見えて、餌こっちあげて。そうよ、ちっちゃい頃からあの人を思い浮かべるとタヌキ。いや違う、あのね、リスが前何エプロンのポケットに入ってるとか、あとこの辺にいるとか、いつもこの辺に。リス飼ってたんだ。リス飼ってたんだろうね、きっとね。餌付けしてた。ここにいたのよ、ポケットの中に。餌付けしてんじゃない、裏山から降りてきた。リスは裏山から降りてこない。餌付けしてた。もう裏山のリス何、リスだらけのところはさ、ないね、あそこ行ってよ、ね、ちょっと周りうろうろすれば餌くれるからよ。言っちゃう、ここと同じようなあの気候なんで。まあそうだよね、街中だけど。リス買ってきたってことじゃ。知らない、どうしたんだろうね。でもさ、どれぐらいだろう、いや、あのさ、うちらがどれぐらいだろうな、小学校低学年ぐらい、知ってる、ワニとか売ってたんだよ。あー、そういうこと。うん、うん、デパートの1階の端っこに、そういうなんかちょっとさ、こうペットショップじゃないけど、うん、ペットコーナーみたいな、ね、今ちょっとみたいなのって何て言ったかっていうと、今ペットショップっていうと、もう必ず犬猫を連想するでしょ。そうだね、今ね。あの時はさ、カメ、ね、とかさ、あと金魚とかさ、ウズラとかも売ってんだよ。モグラがいたの。モグラじゃねえ、モグラじゃねえ、ウズラ。あ、ウズラ。モグラって聞こえて、モグラじゃねえ。モグラって売ってんの。モグラ可愛いよね、でも。見たことない。いや、庭にいたよ、モグラ。え、出てくるよ、ボンボンボン。でもさ、正体を見たことあんまないよ、私ら。生きてるのはないけど。死んでるのは見たけど。そうそうそう、死んでた、この間。で、俺さ、うずらどうしても買いたくて、小学校5、6年生の頃で、うずら買ってきてさ、で、500円だったかな、買えんだよ、これぐらいのうずら。うずらがさ、丸いよね、こうね。飛ばないんだよね、あいつね。丸いんだよね。そう、買ってきて、うん、でもさ、うちペット禁止だからさ、最初犬飼ってたのが死んじゃってから、もう、うちら飼いませんって、禁止令が出てさ、うん、だけど、うずら飼いたくて、もう買って持って帰ってきてさ、先が見えるからやめてくれる？どうしたと思う？屋根裏で飼ってた。だよね。あの一番上の押し入れバカッと上げて、なんつうの、天井のところさ、板が浮くんだよね、こっちね、うん、その裏に段ボールに入れて3日ぐらい飼ってたんだけど、あの緊張感に耐えられなくて
もう一人友達と一緒にウズラ買ったんだけど、そいつにもダメだって、見つかったら怒られるって、そのあげちゃった、そいつに。何その寝方、ふてくされてんの。かわいい、かわいい、ルーちゃんかわいい、ルーちゃんふてくされてんの。おやつ隠されちゃったからふてくされてんの。そりゃそうだよ、おやつ出しとくとさ、くれくれうるさいんだもん、くれくれ詐欺だもん。意外な使い方ができる。足りる、足りた、ま、うわ、おもう10時です、寝よっか。なんか昔はさ、8時とか9時前には寝てた、キャンプで。うん、こうやって2人でやるようになってから、なんだろうね、早く寝なくなって。寝床もさ、改良されてるからだと思うんだけど、朝も遅いよね。昔はだってもういつまでも寝てらんない、背中も痛いし、なんかもう、あ、確かにね、もう夜が明けたらすぐ起きるぐらいな感じだったね。5時半とかに起きてたけど、6時前に。それはある、ね、コット使うまでは本当にどうにもならなかったね。そうだね、うちの買った初めてのコットで、そうそう、バカ重いやつね。重かったけどよかったよ、あれはあれで。あれはだからしっかりしてて、コットの良さを俺は初めてあれで知ったの、うん、すげえと思ってさ、うん、まず何、コットの上にいる安心感、うん、あんまり虫も来ないしさ、うん、仮に雨降って下が濡れても全然大丈夫、絶対大丈夫じゃん、ね、コットの上って、うん、そういうのの安心感がすごくてさ、うん、コットってすごいなと、うん、あの頃でもコットの存在すら知らなかった頃じゃん、うん、キャンプ道具なんてそんなの揃ってないしさ、私が無理やり買ったのもね、どこからともなく買ってきてさ、うん、どこ、なんで知ったの、あんなのブログ、やっぱり、ブログ、あ、そうなんだ、うん、あれだと痛くないっていう、寝心地がいいって、あれがあればキャンプ楽かなと思う。あれはね、すごかった。キャンプで何がつらかったって、寝るのがつらかったから。そうなんだよね、そうなんだよ、確かに安眠は大事、うん、寝ることは大事だなと思って、うん、いやでもあのことは良かったよ。ただね、組み立てるのが大変、私にはね、なかなかできなくて、力がいるんだよね、あれね。ああ、最後ね、皮挟みそうなんだよ。そう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 、痛そうでさ、実際でも物自体がさ、まああの頃のコットだよ、ほんとなんかもう陸軍の病院みたいなさあんな感じだよね、野戦病院に置いてあるようなね。そう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 、野戦病院に置いてあるようなベッドだよね。そうね、コットだよ。あ、そうそうそう、だってアーミーなんとかっていう、あ、やっぱそうなんだ、名前だったじゃあそうだ野戦病院だ。そう、でもあれが欲しくて、もともと軍で使ってた中古じゃないよね、中古じゃない何人かその上でお亡くなりになってるよ違う違う、そうじゃなかった、軍払い下げみたいなさ、うん、明日も、明日でも風弱いね多分。うん、ママ言ったっけ、この等圧線ってあるじゃん、うん、この等圧線、ここ間隔狭いじゃん、うん、この等圧線の間隔が狭いと風が強くなるの、うんうん、でこう間隔が空いてんじゃん、うん、こういうところって風が弱いの、風相当弱いです、うん、多分弱いと思う。ちょうど役に立つかどうか、チャンネルイノバの豆知識のコーナー、イエーイ。皆さんこうやって多分キャンプ行くときに天気をよく見ると思うんですけど、なんかこの天気図を見て、この等圧線ってあるじゃないですか、こういう線、この線のこのここ間隔が狭くなってるところっていうのは風が強いんですよ。でこういう等圧線の間隔が広くなってるところって、まあ、比較的風が弱いんですよね。だからこう天気図見て、この等圧線の間隔だけ見て、こう狭くなってるところっていうのは風が強くなるから、多分この天気図で言うと、北海道から東北にかけて多分結構風あると思うんですよね、これ。ただ東日本、こっちの東日本の方は、まああんまり間隔が狭くないんで、風が弱いですね、このぐらいだと。こんな感じで自分が行くキャンプ場の近くの等圧線の状態を見て、風が強いか
弱いかの判断が、まあ、ある程度できます。というわけで、チャンネルイノバの役に立たないかもしれない豆知識のコーナーでした。まあ、あとはほらね、あくまでも上空の話だからさ、うん、地上ってやっぱり山があったりね、地形のあれがあるからね。うん、というわけで今日はこの辺でお開きにさせていただきます。おやすみなさい。おやすみなさいわ。はい、ママ。おやすみなさい。寝るよ。先生、これが日本の夜明けだよ。ウサギ？バンビー？違う。え、何こいつ？誰？キツネ？違うよ。鹿？鹿？バンビー？バンビー？